インスタントラーメン研究所、どうも渋谷です。性別はメンズです。はい、ということで、ね、本日はですね、北海道のソウルフード焼きそば弁当、本日発売でございます。焼きそば弁当ミートソース風、焼きそば弁当クリームソース風という形で、こちら2つ出たんですよ。本日11月8日に発売でございます。早速これ食べたいと思います。パスタでございますね。ミートソース、あ、普通の焼きそば弁当は中華スープがついてるんですけれども、こちら両方ともですねオニオンスープがついているということでございます。わー、楽しみですね。じゃあ早速作っていきたいと思います。まずはじゃあミートソース風から。はい、ミートソース風開けたんですけども、火薬がですね、まあ多分お肉と玉ねぎと人参かなーって感じでございます。はい、入れますね。でお湯入れて3分待って、湯切りのお湯でオニオンスープ作って、最後にこちらの液体ソース入れるっていう形です。じゃあ作りまーす。はい、3分経って湯切ってきました。この温めてる最中に蓋の上でソース温めろって書いてたんで気をつけてくださいね。で湯切りで、湯切りのお湯でオニオンスープ作りました。あー、ちょっと見えないけど、うん、ちょっとこれ以上傾けられない。オニオンスープしっかり作りましたよ。はい、じゃあソース入れさせていただきます。あ、ちょっとドロドロしたか。わかりますかね。見えませんよね。ちょっと赤茶みたいな色のミートソースっぽいですね。ミートソースだ。あ、匂いもすごい。あ、すごいすごい、もうミートソースだ。混ぜたらこんな感じでございますね。うんうん、ちょっと光っちゃってんな。こんなこれぐらいのこの、あ、ちょっと赤系の色になりますね、麺がね、ミートソースっぽい。でふりかけ最後かけます。あ、ふりかけは普通にこれ青のりなのかな、バジルかな。うん、よし、ということで完成でございます。焼きそば弁当ミートソース風ということで、じゃあ早速食べたいと思います。匂いはほんとミートソースです。本当にいただきます。と、うまい、うん、うまい。僕それこそミートソースって普段あんま食べないんですよね。でもなんか想像してた定番のミートソースの味っていうのがちょっと甘い感じの、玉ねぎの甘みとか感じますね。食べやすい、うん、タイプのミートソース風に仕上がってんじゃないですか。うん、玉ねぎと人参の甘み、この火薬があるからよりミートソース感出てます。うん、うまい、うまい。じゃあオニオンスープの方もいっていいですか。いただきます。うま、外行ってきてたんで温まる。味ゆえってな。あー、玉ねぎのコクを感じます。みんな好きな味。うん、やっぱ飲みやすい。なんか変に尖ってないっていうか、もう定番の序特級の王道を攻めてるオニオンスープ、すごい飲みやすい。うん、これ普通に関係なく出てきて、もうオシャンティーかも。これだけでも、オニオンスープだけでも、あ、何今日オニオンスープあんの、どうしたのみたいな、普段味噌汁しかないのにうちみたいな。ちょっと正直新発売っつってこの情報が出た時にミートソース風って書いてたから、ちょっとネタに走ったのかな東洋水産さんと思ったけど、全然うまい。だから食べやすい。むしろ普段ミートソーススパゲッティとか食べないから、逆にちょうどいいかも。違和感ないというか、定番の味言ってくれてるから、うん、完食。非常に美味しかったです。食べやすい、本当にいいんじゃないですかね。なんだかんだパスタ簡単とはいえ、麺茹でてなんやかんやとかあるわけじゃないですか、工程。
最悪これでいいんじゃないですか、マジで。うん、そんぐらい渋谷的には全然ありでしたね。うん、焼きそば弁当ミートソース風良かったんじゃないでしょうか。続きまして、連続で焼きそば弁当クリームソース風いきたいと思います。マジで連続で食べますからね、今から。じゃあちょっと開けちゃいます。はい、じゃあ焼きそば弁当クリームソース風作っていきたいと思います。このミートソースとクリームソース両方出たっていう状態で、僕普段あんまりミートソースパスタとかで食べないんで、僕こっちの方が期待してます。うん、だからミートソース自体もうまかったから、これやばいんじゃないかって期待しております。開けます。開けましたら、まあ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 普通の液体ソース、スープ、ふりかけ、オーソドックスな。ほら、早くないんですね。早くないんで、もうこれにお湯入れて、これかけて完成みたいですね。じゃあちょっとお湯入れてきます。はい、3分経ったんで湯切ってきました。同じくスープを蓋の上で温めてねって書いてましたよ、皆さん。まあオニオンスープももちろん作りましたが、さっきも紹介したんで割愛させていただきます。はい、じゃあ液体ソースの方入れてきます。お、あ、すごい黄金みたいな色。はいはいはい、クリームソース、うん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 、はい、色分かりにくいかな、なんか黄金色、見た目そんな変わんないかもね、この色似てるから、麺の色と。あ、すごい匂いが来ましたよ。うんうんうん、本当はクリームソースだ月並みで申し訳ないですが、本当にクリームソースだわ。で、火薬ないんだもんね。ソースとふりかけかけておしまいですかね。はい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 、よしと、できました。焼きそば弁当クリームソース風でございます。見えてるかなこれ。うん、見た目は火薬もないし、シンプルな感じに仕上がっております。あ、匂いがもうクリームソースの匂いすごい。クリームソースパスタみたいなことなのかな。じゃあすいません、早速いただきたいと思います。うまい。なるほど、食べやすいクリームソースで、焼きそばの麺と合うんだね。ちゃんとコクあるクリームソースに、うん、バターの感じというか、うん、ちゃんとしたクリームソースな感じしますわ。女性とかすごい好きかも。うん、うまいうまいうまい。いや、これも正直東洋水産さんネタかと思ってたけど、ちゃんとうまいもん作りましたねほんでオニオンスープと合いますね、いいですね。あ、じゃあこのパスタシリーズはスープオニオンスープでいこうみたいなね、そういう企画会議の絵が浮かんできますけれどもごちそうさまでした。もう食べちゃった。これ連続で2個食べてますからね。うん、うまい。あ、これもいいですね。うん、パスタ好きな人も違和感なく、焼きそば麺だけどそんな、うわ焼きそば麺だからちょっととかなんないと思う。すごい合いますね。うん、うまいです。ほんとコクとかもちゃんと表現されてて、ソース、うん、非常にいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日は焼きそば弁当のミートソース風とクリームソース風の2つ食べさせていただきました。ネタかと思ったけど全然うまいです。どっちもありだと思います僕。うん、ミートソース僕そんなにそんなにだけど、全然これだったら食べやすい美味しい味でした。クリームソース風もね、これ僕女性好きだと思います。うん、オニオンスープの方もこれと合ってるんで、はい、北海道地区ではね今日から発売ということなんで、はい、ぜひ食べてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。